Hello，大家好，这里是主机游戏速报，我是你们速报机灵讯啊。今天给大家带来的最新游戏试玩呢，是刚刚登陆 Switch 平台的这个《梦境档案》啊，《涅槃召使》。这款游戏是来自这个著名的游戏制作人打月刚太郎制作的一款这个 AVG 游戏啊，冒险类的游戏，文字冒险类的游戏。我们今天一起来试玩一下这款游戏啊，来吧，一起进入游戏。这个游戏的前作不知道大家有没有玩过啊，就是这个梦境档案 AI 梦境档案，不知道大家有没有玩过。语言我们以简体来进行啊。好的，这一次不错啊，带了这个简体中文。难度限制秒数 1.5被连按次数，我们选简单吧，好吧，梦界篇简单 ，OK OK， 好的。这一座与前一座有一定的联系啊，但是联系不是特别大，所以可以单独游玩啊。如果你要是没玩过第一部的话，那个第一部现在在那个微软的 XGP 里边啊，就是可以免费玩，也可以去补一补。半死交错篇第零章。这个游戏里边很多很多段子啊。而这人眼睛龙武，这里是龍騎君，这不是第一部里边的 BOSS 吗？では続けてまいりましょう。下一题。次の問題です。インド神話に登場する楽団の種族で、主に匂いを食べて生きるとされる半神半獣の精霊とは何？这我不知道呀。观看一下教学。通过调查人物和物件来推进故事。OK， 在此阶段可以随意移动游标与视角。OK， 请先观察周遭，用游标对准觉得在意的物件进行调查。OK， 那我们看一下，这是什么？这不是答案吧？这是屏幕，这也是屏幕。这个人是干嘛的？初级者，你是谁？龙木老弟，你还好吗？大丈夫的哥。调查人物时便会出现选项以及 look， 从选项中选择在意的话题后便可以对话，选择 look 后便可以观察该人物的状况。OK。你那副模样是怎么回事？こんな姿と言いますと。为什么是蓝色的、透明的？たくも。那我再说最后一。インド神話主に匂いを食べ。さあ、他のチームのテーブルの上のボタンで。桌上那个按钮。按下桌上的这个抢答按钮。それはクイズの早押しボタンよ。好。押してみたら。按一下。このボタンは。这龙木怎么？早くしないと。半睡半醒的样子。好，抢答了。はい、早かったのはポリコーチーム。我们他妈为什么叫条子队？我们俩是警察是吧？将移动光标到出题者身上，尝试回答问题。应该是选什么？应该是选甘什么甘达婆，对不对？只有这个看起来像是印度。答えはガンダルバ。正解したポリコーチームには10ポイント入ります。やったわね、龍騎君。その調子よ。好的。はい。では続けてじゃんじゃん。下一题。あなたは第二独眼巨人サイクロプス連続。这不知道呀。ちゃいますちゃいます。哦，这是问谁啊？啊？另一头那位。那，なんだ今の声。谁啊？为什么问这种问题？这个另一头那位是什么？抢答。おっと、押したのはポリと言いたいところなん。ですか。この第二サイクロ事件、
複数の人間が左目をくり抜かれて殺された。それを知っとるか。遅れ始める6日間事件の特殊部分について言及する。今後6天内是否提及那起案件的核心部分啊，可不可以剧透前作啊？那あなたは、那可以啊，可以剧透。ほんまですか？一応念のため、簡単に、还要测试啊？我都已经忘干净了。第二サイクロ事件を解決したのは、隶属于アビスに所属。その捜査の最終日、ある人物が犯人によって。足を名字はいりません。啊，哦，这里是让我们自己取名字是吧？哎，好像可以取中文啊，那就凌旭了。嘿嘿，错了是吧？完了。啊，不是取名字啊，这真的问问题啊。那这样吧，那就这样吧。啊，这不第一步都忘干净了。おっと、この音が次が。というわけで、英語でプレコグニティブドリームといえば、什么梦？予知夢のことですが。预知梦。ところで、予知夢と本当に現実に。怎么感觉这个开场这么诡异啊？我们是不是现在就在做一场预知梦啊？啊？这干嘛呢？现在估计就是在做梦。啊？它怎么裂开了？裂开了呀，龙木。そんな。这个龙木是第二部的主角吗？因为第一部的主角是伊达健嘛。怎么声音都变了？这 BOSS 也是假人，我靠，他也是假人，我妈，这整个就是一场梦吧。那个龙木的眼睛里边是不是也有一个那个像半一样的那个机器人？也不能说机器人，应该叫什么人工智能是吧？啊，在现实中醒来了是吧？哎，这个是一代的那个吧？是不是一代的？看发色很像。叫啥来着？他叫気をつけろ瑞希。同伴啊，生体反応を検知した。瑞希，瑞希。哎，伊达健的同伴跟了瑞希了。距离96メートル。観客。走吧。哦，怎么还有一个人在这埋伏着？哇！哇，牛逼！直接把，哪有拿球棒打子弹的呀？我妈，你们够厉害的！我靠，有点猛。我们是不是也可以射击啊、回击啊？在故事进行期间，有时候可以通过同伴的能力，然后获得特殊的视觉信息。选调查观众席，然后 zoom in位图标 ，OK。先调查一下观众席，然后摁一下左摇杆。相棒，暗示モードでズームして。开启夜视模式，放大。了解。哇，这不在这儿吗？这不就这个？但是我好像选不中它。就这个 X-ray。次は X 線モードで。分かった。就这个。
啊，对嘛，就是他躲在这儿，找到了。けど、何者？感觉像是个女生。体型から女性であると推測される。嫉妬か、嫉妬だね。嫉妒だ。同性から狙われるとしたらそれ以外に考えられない。何か思い当たることが。そんなのないけど、私って可愛すぎるじゃない？それでわけもなく同性から恨まれたりするんだよね。それはその性格のせいだと思うが。那我们现在要干嘛呢？ミスキ、エボルバーにスタングレネード弾を送電しろ。あの近くで炸裂させれば。わかった。哇，我们还有子弹啊！我操，牛逼啊！哇，你这装备很先进啊 ！OK。準備完了だよ。うん。私が照準のガイド。お前はあの付近にいるのかい。哇，有点厉害的。飞啊 ，OK。发射 ，Fire。啊？何なのあいつ？应该要打中了。我操，这么亮的吗？应该被打晕了吧？消えた？不见了。ターゲットの足音を検知。競技場の出口に向かっているようだ。居然没有把他给追いかけないと。待て、さすがにお前の足でももう追いつく。それよりも。那个场上晕倒的那个人是不是更应该值得关注？哈哈，这龙木是吧？何かあるね。あ。先去救他吧。これは見覚えが。うん。間違いないよ。忘れるわけがない。あの人の。是那个人的。啊？这怎么只有一半啊？左半身だ。左半身。这是新的犯罪手法吗？古威训。私、はっきりと見たの。今から6年前。二元论演播室。スタジオドバイタ。彼の右半身を。啊？这到底是真人还是假的呀？六年前，直接时间线跳转是吧？ちょっと龍騎くん、どうしたの？しっかりして。ボス、ここは。这里是。もしかして寝てた？哇，刚刚开场那个居然是六年前的事儿。神経してんのよ。现场直播的时候睡着了，我靠！丢人了，在全国人面前丢人了，社死啊，简直。龍騎さんってボスさんの部下なんでしょ？啊，伊丽丝。ボス、ちゃんと休暇とかあげてる？プライベートでもコキ使ってんじゃねえのか？失礼ね、そんなことないわよ。たまに足のかかとの角質層を前歯でこそぎ落としてもらってるだけ。脚跟的脚跟啊！哎，ね、龍騎くん、本当に大丈夫？ボス、你不要乱说。あ、はい。龍騎感觉挺少年的。龍騎さんもお目覚めになったっちゅうこって。继续比赛吧。行きますよ。東京のシンボルとして用いられ、白と黒の曲がたまを組み合わせたような形を万物の根源を表すとされる。太极吗？啊？怎么了？何？停電？停電了。おい、何してる？早く照明を。はい、今すぐ。What？ 怎么有一个人的半身啊？Fly to free 什么意思啊？怎么还放个二维码呀？这是发生了杀人事件？What happened？
我刚还以为地上躺的是龙木呢，没想到是这个人的一半身体。BOSS 来了，你怎么会来这里、啊？私は警視庁の特殊捜査班、アビスの指揮官。アビスの指揮官。だから聞いてるの。指揮官が直々に現場に出向いてくるなんて珍しい。今回の事件は特別なの。6年前、私も見ちゃったから。对他之前也见到过，因为我们不是都在现场吗？这个二维码好像可以扫、啊。それに6年前のあの事件。HB 連続殺人事件はまだ何も解決してないし、連環殺人事件、警察の威信がかかってるの。HB はハーフボディの略称だ。被害者の体が左右半分に切断されていたことから、この犯人のことはテアラーと呼ばれている。撕裂者。テアラーの正体は不明。事件から6年も経つというのに、已经过了6年了，但没有找到任何线索。いちいち説明しなくても分かってるよ。哦哟，这件案子可以交给我搜查吗？ダメ。啊，不行。え、なんで？好吧。だって水木まだ18歳じゃない。在搜查片中，画面上方将会显示同伴和环所提到的小知识。哦 ，OK， 好呀。関場学園女子高等学校に通ってる学生で、もうほとんど通ってなんかいないよ。あと一月とちょっとで卒業だから、授業な。そういう意味じゃなくて、関場女子の在校生であることに変わりはないでしょ。在校生为什么会有枪啊？どうして私のことアービスに？あなたを採用したのは、シンカーとしての素質があると思ってから。サイナルスは什么意思？戦闘能力が化け物並みに高いというのもあるみたいだな。でもあなたはまだインターンみたいなものなのよ。研修を始めてから一月ぐらいしか経ってないし。好吧。关于伊达桑呢？何よ突然。いや、なんか。伊达消失了是吧？連絡とかあったかなと思って。あったら真っ先に知らせて。伊達くんは。六年前の爆発事件。その後、行方不明となった爆発の現場から。好吧。伊達の遺体は発見されていない。唉，大丈夫だ。あいつはそうきっと今頃熱海の温泉街かどこかで。だとしたら私が行って100度の受け。笑了。ああ、やっぱお願い。お願い。私今回の事件どうしても。别来这一套。ちょっと涙目で訴えるのやめてもらえる？私そういうのに弱いのよね。你不会同意吧？もう分かったわよ。完了。その代わり、一つだけ誓って、絶対にどんなことがあっても、危険と法律を犯すような。うん、誓う誓う。それともう一つ、私一応上司なんだからさ。说话语气恭敬一点。Yes, わかりました。本当に分かってる？わかりました。OK。好，我们来调查一下这个人的尸体。まずは衝撃的な事実から伝えよう。あの死体の死亡推定時刻は今からおよそ9時間前だ。死亡時間是9小時、那不是6年前就死了吗？はあ、9時間前。現在時刻は21時だから。中午12点。彼は12時頃に殺されたことになる。那6年前死的那个人。いや、ちょっと待ってよ。私は確かに6年前に。考えるのは後回しだ。続けるぞ。死因は見ての通り。体を真っ二つに切断されたため、それ以外の外傷は見当たらない。おそらく彼は生きながらにして、生生体を左右に切り分け。天哪 ！X 線で死体を見るのか？うん。ありえないとは思うけど、だったら死体を嫌だよ切断面なんて。检查一下。これでどうだ？好像没有啊。ありがとう。わかったよ。没有下半身。やっぱりあの死体。左半身だけなんだね。有点可怕呀，尸体的脸，我们来看一下。間違いない。古味逊。古味人だ。そうね。6年前。确实是一个人，那为什么会是九个小时之前死的呀？古味は青年実業家。
他是一个科技公司的 CEO。 生前はメディアにもバンバン出まくっていた有名人だった。他人の空にということはないだろう。不会是个克隆人吧？尸体的脸，尸体脖子以下的部分。OK。问一下这个鉴别人员啊，知道那具尸体的身份吗？古江仁ですよ。我々の世代で知らない人はいないと思います。为什么？亡くなるまで彼は有名人でしたからね。いや、亡くなった後もかな。それに6年前。私はあの事件の捜査もしていましたし、もしかしてあのスタジオに来てたの？他当年六年前也去过演播室。覚えてないんですか？完全不记得。ごめん、思い出せないや。六年前、おじさんっていい意味で印象が薄いから記憶に残らなかったのかも。いい意味で印象が薄いって。话说你为什么对我说话这么？警視庁の高等捜査機関ですから。我们相当于他的上级是吧？階級としては私よりも水木さんの方が上なんですよ。そうなんだ。そうなんだ。あ、でも気を使ったりし。マジで？ぶっ飛ばされたい？ごめんなさい。ごめんなさい。尸体到底如何了？DNA の採取は完了しました。采集完了 DNA。今担当者が科捜研に届けているところです。科学搜查研究。結果はすぐに出ると思いますよ。名前を聞いてもらえるなんて光栄です。为什么这么开心呀？私は鏡と言います。就鏡さんか。よろしくね、鏡さん。鏡さん。还有什么可以调查的呀？鏡です。这是什么？刑警？你是？なんだお前。你不认识我吗？俺は警視庁刑事部。有什么线索吗？まだ何も見つかっちゃいねえさ。你为什么说话这么低沉啊？見つかんなかったもんなら。没找到的东西是什么？喂，もしかして気づかなかったのか？什么？グラウンドを調べてみろ。调查草场看看。自我介绍一下啊。沖浦瑞希，18岁。我叫冲浦瑞希啊，是一个高中生。现在我已经是一大家的养女了。沖浦瑞希の方は俺が。ってことはあなたもあそこ。他当年也在吗？捜査班の一員と来的全都是当年当時お前当年去过的あのいけすかねえ女のボスが一体この国の法律はどうなく感觉这个刑警好像很不喜欢我。アビスは極めて特殊超法規的措置というやつで把外措施水木の採用が許可されたのだ。有什么线索啊？这后边其实我们来调查一下这个草场啊。雪が降っているが。草场有什么线索呢？これは。まだ捜査員が到着する前のグラウンドだ。何か気づかないか？有没有发现什么？これといって特に。我也没有看出来。このグラウンドの芝生の丈は長い。おまけに雪のせいで湿っている。比较厚。この状態で誰かが踏み込めば。没有脚印是吧？必ずだが。足跡がない。那他是被从空中扔下来的。あの死体はどうやって？さあな、空から降ってきたのか、地面から降ってきたのか、あるいはテレポートしてきたのかも。传送过来的是什么鬼啊？能不能不要这么伪科学？ただの冗談だ。真に受けるな。那我现在还有什么可以？哦，是不是还可以跟他？聊聊天，有找到什么吗？耶，まだ捜査を始めたばかり。刚刚开始搜查。六年前に殺された人物。六年前遭到杀害。その死体がどうして今？为什么会出现在这儿呢？電熱線が入ったインナーを着用している。お気遣い。好吧。这还有什么可以调查的呀？好像也没什么可以调查了。啊，那我现在还要干嘛呀？哦，是不是要跟他再说话呀？聞きたいのはこっちの方だね。あの死体の第一発見者は6年前に片割れが見つかった時。難道你怀疑是我们干的？偶然にしちゃ出来すぎてると思わねえか？我也觉得很凑巧。何が言いたいの？どうしてここに来た？为什么会来这里？ナイルでメッセージが送られてきたの。そこにはこう書かれてた。HB と言ったら、HB 特例運動6年前の事件のことしか考えられないでしょ。Okay. ハーフボディ連続殺人事件か。事件のこと、
どうしても知りたくて。刑警的声音真的好低沉哦。あの時起こった出来事のせいで。当时发生的事让他的人生有了很大的转变。それでこの独立競技場に。关于 Nelly Nelly。メッセージの送信者。消息。わからない。陌生人给他发的。匿名で登録されたアカウントから送られてきたものだったの。假名登录的账号。多分誰かが私に。あの死体を発見させようと思って。你这感觉就是被骗过来的呀。誰かって？犯人じゃないかな。被凶手骗过来的。なんで犯人がお前に？それはわからないけど。わからないことはもう一つある。还有一件事也让人想不透。さっきこちらに向かって狙撃してきた。对啊，那个狙击我们那个人是。仮面の女のことだ。あいつは一体何者だったのか。他到底是谁？どうして水木を狙ったりしたのか。为什么想要我们的命？哎呦，感觉谜团好多啊！好像已经没什么可问的了。Look 一下，鏡。だから鏡。哈哈。为什么我们要一次又一次的问他？再调查一下观众席，空无一人。出入口呢？这还有什么可调查的呀？出入口，草场。对啊，那个尸体到底是怎么过来的？我真的很好奇。大型屏幕。好像，哎，好像尸体还可以调查是吧？切断に用いられたものは。切断身体的是。すまん。よ。どういうこと？切断面の形状から、それが刃物でないのは確かだ。不是用的利刃啊。レーザーやウォータージェット式のカッターというのは考えられない。雷射或者水刀式的切割機。じゃあ、何なの？だからわからないと言ってるだろう。他也不知道是啥。あの死体は分子レベルの細さで切断されてるんだ。分子等级啊，精细程度，牛逼啊！体内に血液はほとんど残ってない。体内几乎没有残留任何血液。これは切断面を下にしたまま放置されたためだが、对呀。この辺り一帯に血液が流れた形跡は見当たらない。这个人身体里的血去哪了？よって彼がどこか別の場所。就很神奇。啊，调查完了，应该这里。6年前、スタジオドバイタで古江仁の右半身が発見された。それから6年経って、时隔6年后发现了左半身。にもかかわらず、彼の死亡推定時刻は今日の12時頃。他是被冷藏了吗？ほんのついさっきまで、あそこにある左半身は生きていたことになる。要不然一半身体要怎么生活？これって一体どういうこと？わけがわからなすぎて、全身の体毛が三つ編みになりそうだわ。这个案子也太诡异了吧？这个一半怎么出来了？もしかして相棒が映像で出てきたの？对呀。待って、今イヤホンをつけるから。艾博要这个还原现场了是吧？感度良好。バッチ。艾博，他有个双胞胎兄弟啊。古江仁の戸籍を調べてみた。だが双子どころか兄弟がいるという記載も全くなかった。那会不会是克隆人呢？一直被冰冻着。冷凍された痕跡はあの左半身はついさっきまで。还活着。確実。半边身体怎么活？私もその可能性については考えてみた。けれど。両者の顔は完全に一致している。あとは DNA の鑑。太诡异了。该不会只有半左半右半身还活着？だって心臓は左半身にあるわけだし。なるほど。切断された直後に断面部分を縫合しちゃえば。你的器官都坏了。残念ながら、そのような形跡は欠片も見当たらない。というか。お前ら本気で言ってるのか？你们俩在这儿，对呀、啊，大脑都被切成两包了。切，这俩警察没有科学常识是吧？何今回の件が6年前の事件の延長線上にあるのは間違いないよね。这开场 HB 事件はまだ終わっていない。设置的好有悬念啊。そういうこと。HB 事件还没有结束啊。六年前我还只有12岁，当然还没有隶属于 IBIS。所以我对案情所知不多啊，在进修时我曾经看到过搜查资料，内容和网上查得到的信息差不多。那再回去查查资料。ね、相棒は HB 事件のことどこまで把握してるの？知ってるだろ？私が把握し。好吧，他也不知道。私は6年前の爆発事件のせいで、
その前の数日間の記憶を全て失ってしまった。他因为爆炸事件丧失了所有记忆。通信系統のトラブルでバックボスは私も同じよ。ボス也不知道。当時事件を担当していたのは龍騎君だったから。那龙木现在在哪儿呢？彼から報告を受けたこと以外は何も。じゃあ報告を受けてないことについては？私エスパーじゃないのよ。聞いてないことなんてわかるわけないじゃない。那我们得去找龙木吧。相棒、龍騎の現在地は？タマの GPS から場所を特定した。龍騎は今黄金横丁にいるようだ。黄金横丁。OK、那我们可以移动了。然后进入 map 之后，开启地图。好的。X 键地图。黄金横丁，对吧 ？Go。挺好玩的游戏，还是原来熟悉的味道啊。这个打月刚太郎就是之前做过这个999以及极限脱出系列的这个制作人啊，非常有名。哎，怎么又跳回到六年前了？这主持人为什么感觉好像很安静的样子？哦，现在我们又切换回这个龙木当这个操作人了是吧？我们怎么会在这里？一体どう？記憶障害？いえ、そんなことは。感觉龙木好像失忆了一样。哦，龙木也有一个这个人工智能啊，叫环。我们是受歌舞伎町的牛郎小珍邀约。面白そうなネットの番組があるから一緒に出よう。ところが直後、ごめん。つまりドタキャンされたってことか。ボスはそのまま家に帰ろうとしたみたい。だけど所以我们是被牛郎放了鸽子啊。で、使い勝手のいい従順な忍びが呼び出されることになった。就是龙木。どう？被使唤过来了。思い出すも何も、マー君の話なんて初耳ですよ。ああ、タマから聞いたんだ。言わないでって言っといたのに。笑了。关于尸体。古江仁ね。古江仁。間違いないわ。若手を代表するご意見番みたいな存在。意見領袖は。ネットのニュースで新聞上经常看到他。それにしても不思議よね。どうして突然右半身だけが。对呀、啊，我也不知道为什么只有半边身。そうね。他に空いてる人間もいないし。来找我负责是吧？可以啊。僕が。今回の事件、やばい山になりそうだっていうのは分かる。一年目のルーキーであるあなたに任せるのは、でもきっと大丈夫よ。任せて。交给我吧。この私。看来这个环也很自信啊。OK， 那我们调查一下尸体。尸体的头部。顔認証から人物を特定。古江仁。古江仁啊。音乐石鼓。株式会社ミュージックフード第一。その他複数の IT 企業。多家互联网企业。投資会社。董事会。雑誌やウェブ上のメディアにコラム。哇，斜杠青年啊，什么都会。どうかした？事件に関係するかどうかはわからないんだけど、ちょっと龍騎、死体のそばに移動してくれる。让我们移动过去。他发生了什么？奥歯が一本。哦，缺了一颗臼齿。上顎の第一第九歯が根元からすっぽりと抜け落ちちゃってるの。歯茎の痕跡から考えて、抜けたのはつい最近のこと。为啥呀？死亡推定時刻は今から約40時間前。今日は2月10日。現在時刻は22時だから。2月9日の朝。昨日の朝か。昨日の朝。都死了一天了、居然没有臭。軽く足を持ち上げた状態で、切断面を下にしたまま放置されてたんだと。その結果、血液は自然と排出されて。他体内的血呢？我很想知道。切断面の形状は驚くほど綺麗だ。おそらく。髪よりもはるかに薄い何かに。髪よりも薄い。例えば、そうね。厚さがゼロの二次元的な平面とか。没有厚度的二维平面。そんなもんあるわけ。二像膜吗？とにかく、あの死体、分子の構造。连分子本身都被切断了。这感觉不可思议啊！ところで龍騎、
尸体的头部有个地方。これは。这是什么？头发好像。ブルエの側頭部、後方付近を拡大したものよ。头发那里是不是有点奇怪啊？外傷性頭皮下血肿。まあ簡単に言うと、タンコブってやつね。应该是被人敲了一下。誰かに後ろから殴られたと。その可能性は高いと思う。でもこれが致命傷になったとは考えにくい。死因は見ての通り、頭部の打撲痕を除い、つまり彼は生きながらに。天哪，太惨了。被活生生的抛成两半。OK 啊，因为这个试玩时间的限制啊，我们今天试玩就给大家演示到这里吧。然后先给大家试玩这游戏，名字是这个 AI 梦境档案啊，涅槃照史，是一个这个剧情向的游戏啊。大家如果喜欢的话，可以去找一下啊。游戏目前已经登录了这个 Switch 平台、Steam 平台、Xbox 以及 PS4 等平台啊，然后支持中文。这里是主机游戏速报，我是你们速报精灵旭啊。如果你喜欢本期视频的，欢迎评论、收藏和点赞。我们下期节目再见喽，拜拜。